おはようございます。本日の朝食は、キノカタパンと、美味しそうな目玉焼きに、サラダだね。人参が美味しそうですね。ヨーグルトにブルーベリーを入れてます。ブリブリも美味しいんですのね。これがパンです。あと、安いインスタントコーヒーです。今日は土曜日なので、マルシェがやってると思います。多分ね、やってなかったらあれだけど、なのでそれにちょっと行こうかな。時間はもう9時ぐらいになっちゃったけど、行きましょう。昨日の大冒険のせいで靴が濡れてしまって、まだ乾いておりません。 B さんです 超陽気な男になっちゃった。もうすぐそこら辺なんじゃないのかな。前来た時にはね、オスピス・ド・ボーヌの近くでやってたから、まあやってるとしたらその辺だと思うんだけど、あ、なんかある、多少は。もうすでに、いや、あれは飲食店かな。なんかちょっと始まってる。こっちの方は全部あれだ、服とかいろいろだ。なんか前向こうにあったよ。結構しっかり朝市してる。すごいな、こんな一日でこんないろんなのが並ぶんだ。面白。なにこれ、椅子？骨董品みたいな。10ユーロ。帽子の種類が、マネキンが怖い。ボンジュー。お、めっちゃいい匂いがする。めっちゃいい匂いがすると思ったら鳥だ。あ、肉屋さんじゃん。ここブレス鳥がすごい。ほら、全部フードブレスだ。ブレスの鳥だ。やば。あ、焼かれてる。こっち焼かれてるのがある。もう、あ、これで28だから高いよ。やっぱブランド鶏だからしっかり高い。オーシャンとは違う。うわー、いや、ここ匂いがやばくなってきた。やばい。でもすごいケバブっぽい香りがする。あ、こっちかな。あ、そうだ、なんか林、あ、なんかパエリアみたいな感じのやつ。あ、こっちも終わっちゃった。すごい並んでる、ここでは。うわ、うまそう。やっぱりあの肉は油で巻いてるよね。フィレ 48.5 だよ、1キロ。まあまあやっぱするんだよ。もう鳥が焼かれてる。すげえ焼かれてる、鳥が。いや、いい匂いするな。すげえいい匂いする。めちゃめちゃいい匂いする。めっちゃ鳥が多いんだね。あ、サンドイッチもあるってよ。すごっ。カゴも売ってる。このでかいのに12ユーロ。あ、ミュージックを奏でてる。ミュージックおじさんだ。すごいな。なんだこれ。
あ、スパイスじゃない、チーズ、スパイス類も売ってる。あ、シャルクトリーがすごい。うわ、香りが、ソシソンの香りがすごい。みんな値札をつけてるときは美味しそうだね。あ、スイカあるよ、スイカ1ユーロ8、現金あるよ一応、あ、キノコだ、乾燥キノコ、キノコうまそうだな。あ、すごい、なんかサラミ類が多いね、やっぱり。うわ、卵と、なんか鳥系が多い。うわぁ、うわぁ、まずい。めちゃにぎわってる。やばい、混み合ってまいりました、混み合ってまいりました。トマトがすごい。混み合ってまいりました。クッキー、この中もすごいよね。おう、いや、中も結構人、うわ、パン、このパン屋さんすごい、めちゃめちゃうまそうじゃん。これとかだってトラディションと、うわやばいね、これこれうまそう。すごい、あ、チーズ屋さんもすごい。あ、エシルだバター売ってます。なんか街中にあるお店が出張で出してる感じだな、この辺。なんかさっきのチーズ屋さんも街中にあるし、こっちのチーズ屋さんもある。チーズ屋さんすごいな、やばいね。うわ、肉屋とかが、うわお、すごい。この辺はまだあれかな、牛だね、すごい。あ、これあれじゃん、あのランプ、うちが買ったやつ、ラムステークだからランプだね。ポートロブフ、すごいね。面白、ここ鳥屋さんじゃない。わあ、ここの鳥屋さんやばい。すごいな、やっぱ肉と鳥とパン屋がすごい。いや、うまそうだな。へえ、こんな感じかな。外は野菜系、野菜やっぱすごい売れるね、人気がすごい。スパイス類、ハーブ類、乾燥ハーブ、香ばし香がすごいよ、すごいね。美味しそう、桃。自分とね、あん、あん、オッケー、あん、うん、うん、オッケー、あ、オッケー、オッケー、あ、オッケー、オッケー、うん、うん、オッケー、あ、ういメッシー、続くだい、うん、いや、メッシー、あ、うん、レス、いや、いくらだ、あの量やばいやばいね、 3.9
メッシー 9.36 メッシー、メッシーボクモジョンネオワサラメもあるね。あ、ボーフォールエテだ。これいいかもね。エテいいね。あとこれなんだろう、なんか面白そう。あ、気になるなこれちっちゃいし。メッシー僕うまいこれはうまい。うん、あ、ギフトリクエスト。んで、はい、んで。本場のジャンボンペルシェを食べたい。みんな量でもすごいよね。めちゃ買ってるよね。パテアンフルートも気になる。ボンジュー。自分のジャンボンペルシェ。Un petit, ok. Oui, oui, oui. Et alors, j'ai comme ceci, ou comme ceci. Ah, ok. Suivi. Suivi, ça c'est suivi. Et ça, je vous coupe une tranche. Ah, coupe une tranche. Comme ça, vous coupez. Oui, 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 oui. Oui. Bon, allez, du jus. Il y a de la salade.こういうのもほとんど向こうの裁量で量が決まる的な感じだね。うまそう、うまそう、やば。メッシー、メッシー、ボジョルネ。やば、空いてる。でもなんかみんな丸々買ってるね。丸々なのかな。ボンジューということで、いつも OK? ね、メッシー、クレジットカード OK?メスバーク戻ろう。買いましたよ、たくさん買ったので、お家に帰りましょう。このバッグとパンと、あと奥さんのカバンの中にも結構入ってる。本当ね、楽しすぎて、これマルシェマジックだよね。あの、絶対食べれない量買っちゃうやつ。あれ、ボーヌ滞在中に食べきれないんじゃないかっていうぐらい買いました。で、しかもね、泊まってるとこすぐそこなのよ。だから、あの、すげえいいロケーションだった。素晴らしい。それで帰って、まあ、ちょっとお休み、お休みっていうか休憩しましょう。マルシェでゲットしたものたちがいっぱい。これはなんか超うまそうなパン屋さんで買ったパンと、うまそう、スイカ、奥さんスイカ大好きだから、スイカ、これジャンボンペルシェなんだよね、これはね。で、この量の意味やば。で、トマトはなんかね、2つ色違い、完全にもうお店の人に任せて取ってもらったですね。このいいよね、こういう形のやつ。イエス。あとこれ2つチーズだね。貼ったね。楽しみ。いやいや、これやばいわ。すごい。風も吹いてるから嵐になってる。今だいたい夕方の4時半ぐらいになって、まぁ、ちょっとね、ご飯食べて休んだりしたので、散策に行こうかなと思って、出たんだけど、なんかすごいね、着飾った人たちがさっきから歩いてて、結婚式かな。え、なんかすごいね、教会がすごい、さっきから鐘が鳴ってるから、なんかお祝いしてんのかな。すごい、なんか結婚式、なんだろう、お祝いパーティーなんだい。すごい、
結婚式っぽいのなんか雰囲気。ちなみに今も B さんです。靴が乾かん、なかなか乾かんよ。すごい。あ、ちなみに何回も説明してるけど、ここはジョセフドルワね。入ったことないけど。いや、絵になるね、着飾って皆さん。絵になるな、なんか。すごいな。いいね。お祝いっていいね。ここにもドルワン書いてあるわ。すごいんだね、やっぱり。めちゃ大きなメゾンなんだね。行き止まりでした。行き止まりでした。あるよね、そういうことも。ダメじゃん、全然ダメじゃん。違う小道に入ってきましたよ。まあね、この石畳だから、行き止まりかな。適当に歩きすぎかな。あ、なんかなんとなくはつながってる。あ、ミュゼーってなんか博物館か何か。あ、もうそれしかない感じ、もしかして。これしかなかったね。だいたい小道入ると迷うっていうね。旧市街あるあるだね。わかんないけど。こっちはいけんのかな。まあなんか大通りを通ってるのが一番いいのかな。あ、こっちは向こうに抜けるだけか。いや、石畳は B さんで歩くもんじゃないな。なんか俺の足音が響いてる気がする。普通の道に戻った。こういう小道もやっぱ絵になるよね、めちゃめちゃ。もうやっぱりこのこら辺って本当外に飲食する人がすごい多いんだよな。なんかそうか、今日土曜日だからすげえ人いるのかな。そこはニコラさんだね。ちょっと見ていこうかな。さっき入ったニコラさんはなんかやっぱりパリにあったものと結構近い感じの品揃えだったかな。うん、こういい手頃な価格帯をこう無難に揃える感じ。中央公園みたいな場所だね。みんな休んでる。メリーゴーランドがすごい、こういうとこにあるんだよね。以前にもこの辺のワインショップ入ったんだよね。ここ、あ、ここでもない。あ、でもいろいろここもあるね。ナチュラルなのがあるね。あ、いや、ここじゃなくて、あ、ここだ。アラン S。これチーズ屋さんだけどワインも売ってんだよね、確かね、こん中。そうそうそう。そうそうそう、ここだ、思い出した。入ってみよう。お、そう、これがチーズ屋さんで、で、下にワインじゃなかったっけな、そうそうそう。ここで映ってる。すごい下。怖い。俺こういうの怖いんだよな。やばい。すごい、もうまさに観光地のショップって感じはするけど、なんかね、これ買った記憶がある。そう。
そうそうそう、懐かしい。これ買ったんですよ。これは確かラモネのアニゴテとね、あ、ピエールモルゴ28ユーロ。ちょっとこの辺は面白いな。あ、やっぱり売ってんだね。なるほど。これなんか結構売ってる。うんうんうん。マルサネ。お、ベルトジェルベ、ドエルフォルシェル。ありますね。90秒。しかも、ランセストがあるだ。ランセストで90秒ってやっぱ安いよね。あ、なんか前ここで、ここでなんかでライス、ライスじゃへんや。シャトーデトゥール買ったな。それも買ってたわ。まあ、ここね、やっぱ品揃えって、まあ、多いよね。めちゃめちゃ見ちゃう、なんか。そうだね。ほらほら。はははいや、でも結構値段は高い。あ、ビレールさんじゃないですか。お世話になりました、昨日は。いやでも結構やっぱ張るな値段は。うん、ダビドでは何もね、パカレー程よく日本より安いのもあるけど。なるほどね。なんか前はここ来た時はそう70円。なんか結構掘り出し物あるなと思ったんだけど、全体的にやっぱり価格が上がったかあれか分かんないけど。なるほどね。ここの雑貨屋さんなんか前来た記憶あるんだよな。入ってみよっか。お土産物屋さん的な。モンジュー。あら、ちっちゃい可愛い子たちがいらっしゃいますね。皆さん楽器弾いてますね。鳥さんがいっぱいいらっしゃいます。雪男の好みはどれだろうな。はい、なんかいいね。この子いいね。かわいい。この中、顎つけてる感じがかわいい。かわいいね。気持ちよさそうに、みんな気持ちよさそうだな。外でこの道は活気がありますね。いいね、みんな楽しんでるね。うちらまだ一回も外食してないけど1週間近く来てお店入ってないなんてなかなかやんないんじゃないまあいいんだけど、今回はそういう旅だからね。ちょこっと入ってみようかな。こんにちは。ここはまた全然わからないな。結構店舗によってやっぱ品ぞれ違うね。でもこのなんかダブル A みたいなのが多いから、この店のやつなのかな。へえ。うわ、高い。ビレーヌさんは結構見ますね。先生やば。ここは本当目抜き通りだな。いっぱいいろんな店があって、人もいっぱいいて、
これまた天気悪くなってきて雨ポスポス来たね。これ本当毎日降るね。一日のうちどの時間降るかわからんけど、本当に雲とかやばい。もう早く帰ろう。もうすぐそこだけど。